湯行商人のお砂持像北緯35度39分16.3秒、時計136度4分23.2秒、北緯号28 3 5 6 5 4五2 8度時計136.073111度、35.654528 13、136.073111。湯行の砂持は、鎌倉時代の昭安3年に、 自習の湯行商人二世いのほかが、越前国に湯行した際、寄附者の賛同がぬかるみ民衆が難住しているのを見て、自ら砂を運び修繕したという古事。この古事にちなみ、現在でも湯行商人の交代時には、お砂持ちの神事が行われている。ほかは、検治3年に、文後国において、自習の思祖である一辺商人の門下となり、湯行を行った。 昭和2年に一辺がなくなると、他はその後を継ぎ、北陸、関東を中心に遊行した。越前国における自習の本格的な不況は、この他に始まり、越前国の自習寺院のほとんどを改装したと伝えられる。他は、昭和3年に、鶴ヶで遊行し、新言州より、自習に改修した、西方寺に入り、ここから、菊者に参詣した。その当時、 西方寺から、寄飛車へ向かう山道には沼地があり、ぬかるんで山系の妨げとなっており、他は、州と、寄飛の神官、民衆とともに、木工を担いで海岸から砂を運び、沼地を埋め立て山道を整備したという。これ以降、現在でも神奈川県藤沢市の自主総元山清上皇寺の保守が変わると、福井県鶴ヶ市の寄飛神宮でお砂持ちの神事が行われている。 最近では、平成17年5月15日に、湯行の砂持が11年ぶりに行われた。他オモネラにより整備された参道は山頂縄手と呼ばれ、寄飛者の門前町として賑わうようになった。他はまた、寄飛車前の五時を願い、自らの彫像を、西方寺の道に安置した。道道は、三影道と呼ばれていたが、昭和20年に戦災により消失した。戦後、 山道は道を挟んで両側にアーケードのある神楽町一丁目商店街となっている。元の二年8月14日、松尾芭蕉は奥の細道の旅で鶴河を訪れ、宿泊した出雲屋の亭主から湯行の砂持の故事を聞き、月成し、湯行の持てる砂の上と読んでいる。ちょうど芭蕉が訪れた年にもお砂持が行われていたという。この日、晴れた月夜の芭蕉は、 岐者を参拝している。十五夜の月を楽しみにしていた場所であるが、翌日は雨となった。なお、月星子の元句とされる、涙しくや、湯行のモテル砂のろの場所新筆の短冊も残されている。ありがとうございます。